ビハインドザマスク耳コピー進めてみました、去年ねイントロのアルペジオだけね作ってたんですけど、新しい Mac にしたら音色全部ダメになっちゃって読み込めなくて、作り直してます。というわけでこのイントロのアルペジオオディッティからムーグモジュラ V に変更しました。まだメロディーはね打ち込めてないんですけど、バックトラックだいぶ似てきたんじゃないかと思ってます。このシンセアルペジオの音色だけで1日かかってます。シンセブラスはアートリアの SEM とピグメンツを重ねてます。シンセベースもムーグモジュラー V です。でね、スネアがね左から右にパンニングしてるように聞こえるんですね。それをこういうバネっぽい音色ね重ねてやってます。これからメロディーを入れて仕上げて一つ一つの音色を解説していきたいと思います。皆さんどうぞご覧ください。